こんばんは、AKB48 の峯岸みなみです。木崎りおです。須田あかりです。今夜はこの3人でお送りしまーす。やったー、よろしくお願いします。わー、すごい元気、シリアなのに。はい、これからです。これからだよね。はい、私は前 AKB1 期で、ダースとユリアが、SKE で3期。3期生です。同期。仲良しだもんね。そう、はい、仲良し。今日も朝、ユリアの家から私、須田あかり、来ました。昨日もう日付変わってるもんね。あ、そうかそうかそうか。はい、お泊まりして。お泊まりして、鍋作って。そうなんです。ユリア意外とできる子で。料理できるの？できるんですよ。今日の朝も私が寝癖直してる間に、朝食作っといてくれて。うん、見たよ、なんかググタス。そうです。フルーツ乗せてただけじゃん。え？あと、フルーツ散らばってただけじゃん。パンの上にチーズ乗せて焼いてくれたんです。あ、フルーツ洗ったよ。それができるわ。うん、そうなんです。まあ、ここ二人は仲良くて、はい、私とユリは今同じチームで活動してるので、ね、いい具合に架け橋になって。いただけたらいいなと、はい、ユリアに期待してます。私ですか？架け橋というのは私からのダンスがまだねそんなにすごいがっつり喋るそうです、ね、たこともないので、はい、あ、なるほど、ね、間に入ってそうこうなんかいい感じに取りまとめてほしいなと。オッケー、任せてください。よろしくお願いします。え、今夜はですね、なんか今誰かの声聞こえた？もう来ませんか？いいか、来ませんかな、はい、まあ、今夜は私峯岸みなみと木崎ゆりあと須田あかりがテレビの生放送日テレ系音楽の祭典ベストアーティスト2014だ、うんうん、ね、2014に出演していました、ね、うん、見てくださった方も多いんではないかなと思いますが、ですか、ね、ありがたいことに AKB 姉妹グループメドレーをね今年もやらせていただきました。ありがたいです。 SK48 も1曲1曲目だったしね、歌わせていただきましたよ、ね、すっごいね、あの曲カンガルすごいジャンプしますよ。すごい元気に踊ってたね。いい足音がすごい。あ、そう、ドタバタドタバタドタンっていうすごい息のあった、はい、なんか笑い声多く聞こえる気がします、ね、ちょっと3人で、あれこれ3人かな、3人、まあ、まあ、まあ、いいか、まあ、いいか、まあ、夜ですから、いろいろ。豪華だったね、なんか。豪華でしたね。そうです、あの、私、あれ気になりました。何？あの、AKB さんといえば、毎年ヘビーローテーションで仮装パーティーみたいになってますよね。ああ、これだよね。そうだ、猫から始まり。そう。動物、職業。今年は何したんですか？モンスター。お、峯岸さんは何来たの？私は、ね、メガネモンスターで、目のね、あ、頭の上に目が、大きいメガネつけたり、ところどころメガネが、メガネのイメージがあるのかなというか、それぞれのあったモンスターで。ユリアは何だっけ？ユリアは文房具モンスター？え、なんで笑うの？お勉強頑張ろうかみたいな。なんか、そう言われたのは、りっちゃんが教科書とか本とかテストとかで、ユリアが文房具ねって言われた。そのおバカコンビで、うん、セッターでなんですかね、言ってるのあれ、ね、私はね、なんかえ、なんで理由はわかんないんだけど、うん、はい、あの黒電話もうその前にわかんないことがたくさん。どうした？電話か黒電話か。違います、そこじゃないです。なんで、はい、ま、いらっしゃるんですか今日？あ、小島春菜です、こんばんは。あ、なんか歓迎してるよ。あ、嬉しい。邪魔だったんですか？邪魔だったらどうしようと思ったの。今日はね、名前が書いてなかったから、そう、告知もしてないし、今日実は、あ、はい、まあ、私事なんですけど、そうですね、11月26日はノースリーブスの6周年、結成から6周年ですか？おめでとうございます。6歳だったんですよ。だからみーちゃんとさっき2人でご飯食べてて、へー素敵で、なんかそのままあの、私今日オールナイトニッポンなんだなんだって言ったら、うん、あ、じゃあちょっと行くよ、みたいな。え、頼んでないよ、別に。頼んでもないし、別にノースリーブスの企画やりますっていうわけでも、本当に何でもないんだけど。3人だしね。なんだけど、なんか入れるかなと思って、普通に来たら入れたんだよね。多分ね、ここで一瞬ちょっと稼いで、もうしばらく来ないつもりなんだけど。これ、いつぶりなんですか？これね、結構最近出てんだよね、企画。そう、でも、あんまり出ることないから、本当。そう。あ、そうだ、じゃんけん大会の後に勝って出たんだ。その前はなんか沖縄からの流れで。そうだ、そうだ。今年は結構出てる。そうそう。なかなかレアですよね。レアですよ。通常会には出ないですよ、小島さん。そう、なんか言われな、呼ばれないで来んのすごい楽しいね。自由すぎる。許されるのが羨ましいです。なんか、ちょっとせっかくなんでね。ごめんね、二人には。全然楽しいです。そう、東京都のケイタンさんから。はい。ノースリーブスデビュー6周年おめでとう。私は AKB より先にノースリーブスを好きになって、3人の歌声、パフォーマンス、MC の楽しさ、何より3人の仲の良さ、本当に大好きです。たとえ干され続けても、ずっとノースリーブス推しです。どういうことですか？干されてんのこれ。
レコード会社からっていうことなのかなんとなく。知り出してないからね。おされてるつもりはないけどね。うん、ないんだけどね。でもそうやって送ってくださってたもんね。そう。いろんな人が送ってくださってます。高見菜も喜んでると思います。え、ちょっと待って。え？なくなってないですよ。そこにがない。高見菜なんか今日すごい疲れてたからさ。そうね。疲れてますね。ちょっとね、大きな。大きな。大きなお仕事があってね。AKB の。楽しみにしてほしいですね。楽しみにしてほしいね。12月頭の方ですかね。うん、そうですね。はい、ということで、すごく長くなってしまいましたが、早速、まあ、3人と1人でお送りしていきましょう。せーの。AKB48 のオールナイトニッポン。では、今夜の1曲目です。さあ、じゃあ、はい、私はそろそろ帰りますから。どうか、お邪魔してもらってもらって。何しに来たの？いや、ほんとちょっと来たかっただけなんだって。あ、そうなの？じゃあ、記念の日だし。じゃあもう、ラストですよ。送ってきたわ。それを超えますね、見てね。いいのかな？仕切り仕切り。仕切りだもんね。大丈夫じゃん。大丈夫、大丈夫。降りれる？うん、降りる、降り方はわかる。降り方わかる。あの、じゃあ最後に一声ということで、AKB48 38枚目のニューシングルの振りをね、そうですね、そのお願いしたいと思います。いただきたいと思います。はい、それではですね、私たち AKB48 の38枚目のシングルが本日リリースとなりました。うん、なんと皆さんのおかげで初日ミリオン達成です。本当にありがとうございます。私たちみんな選抜メンバーですからね。はい、はい、じゃあそれでは聞いていただきたいと思います。AKB48 で希望的リフレインのカップリングで、え？あれ？私も参加してます。小路坂46の、歌ってないよ。風の羅生を聞いていただきたい。それじゃない、それじゃない。おやすみなさーい。聞いていただきました。乃木坂乃木、小路坂46で、風の螺旋。はい。風の螺旋。お聞きしていただく予定はなかったんですけど、急に振って帰ったんで。結構長めに。なんか本当に、はい、なんだろう、演出とかじゃなくて、マジで本当にただ来たくて来ただけだから。ノリでしょ、はい、すごいよね。そうですね。だって私が、オールナイトニッポン出たいんで来ましたって言っても出してもらえないですから。でも下で止められるから。間違いなくそうですから。つらい。なんかいいね。それ来てさ、喜ばれてさ。確かに。二人もなんかツーショット撮ってたしさ。はい。撮ってもらっちゃった。撮ってもらいました。なんか私、ツーショットとか頼まれたいし、私だって。撮りましょう、峯岸さん。帰りに撮りましょう。撮りましょう。まあね、いろんな、この、希望的リフレインカップリングも充実していますので、はい、ぜひ皆さんチェックしてください。はい、よろしくお願いします。